昨日6得点の小林亮太、そして今日は澤部が怪我の岡田に代わりスターティング5入っています。さらには青木康則、昨日そしてチームのムードメーカー佐々木が不在のチームを支え、昨日も7得点5リバウンド4アシスト山内盛久。今日は怪我で田中を欠く中、仙台はまた一人怪我人が出た中での戦い、上等を進めました。点差を広げます。6点差というところに持っていけます。決めることできない、残り3秒。これはどうか、大きな大きな放物線を描いた、すげー、奥院のショット決まりました。このリバウンドからビヨーンと伸びたボールズドン。いや、思わず石崎さんもすげーというのが出ましたよ。漫画みたいですね。これでなんとなんと、これで奥院キャリアハイに並ぶ27得点です。うわー、ルース、また土屋がディフェンスにつく。トーマス止めきることができない。また仙台がひっくり返しました。ラショーン・トーマスも2桁10得点。小林がいった、うわ、ここは空いていた、バーレル、うまかった。勝利をものにできるか、ラベナ、ラベナ、ラベナ、まだいく、残り2秒、残り1秒、残り2、時間はない、オーバータイム。奥院に預けて、もう奥院に任せます。フェイダーウェイ、いやー、決める。これでもう41点です。いやー、あれは止められないですね。おー、ここで、さあ、ここでこのプレーが出ました。青木だぞ、青木がスリーをいった、ちょっと短くなったが、ジャスティン・バーレル、ダッケー。小林からバーレルに預けて、ちょっとバランス崩したが、スリーを狙ったぞ、うわ、決めた、なんとなんと、すごい、このスリーを決めてきた小林、よく決めました。太田選手もしっかり反応できていたんですけれども、ついに4点差、じわりじわりと詰めていく中で、仙台がまだ話にかかります。